今週も始まりました、ブタのなんも出ねよこんにちは、ベトナムから来ました5つ星バンセオ店長のあのハウです。そのキャラ疲れんね。はい、ブザーの裏のリーダーシャルフです。よろしくお願いします。はい、どうもブザーのゆうやです。はい、パフォーマーのこえです。大丈夫。はい、で、なんでオレンジみたいなの急に。あの、いつもお前がその、ウーバーしか頼んでないでしょ、ご飯一人家にいるとき、はい、だから、俺ら自炊ができる組で来たのよ。自炊ができる組、自炊できる、できるの本当に。やったことありますか。聞いたことないよね。やったことありますか。やったことある。蓋開けてお湯さん入れカップラーメン。え、キッチンはどうなってるの。怖っ。やばっ。え、てかキッチンはどうなってる。うちんちでやるっていう企画がちょっと間違ってるかもしれない。なんでかっていうと、うちにキッチンに何もない。お前料理しないもんね。しないから、何もないけど大丈夫。チェックします。チェックしよう。チェックしよう。レッツゴー。はい、キッチンに来た。どうですか皆さん。うん、まあなんもないね。思った以上に料理作んないよね。そうそうそう。なんでこんな豪華なの。でもキッチンはちゃんとしてないとって思って、それで決めてて決めて。作らないじゃん別にお前。いいなー。これにいっぱいよ。だって三口も。そうそうそう。何にいつ使うの。だからここで炒め物して。こっちで味噌汁とかやりつつ、うん、なんかこっちでもなんか作るよみたいなことができるんですよ。これでもご飯はどうするの。ウーバーイーツ。意味ない。これ下とかはどうするの。あ、ここはなんか非常食とか入ってる感じですね。開けていい。うおお、すげえ。え、なんで。一生飲まないプロテインと。え、これ普通に欲しいやつやん。何これ。ちゃんとしてるやつ。3回ぐらい飲んだかな、うん、おい。お皿とかないけどなんか大丈夫。できそう。大丈夫。いや、なんもないって、もう元々聞いてたから、うんうん、今回私持ってきたんですよ。持参しました、お家から。皿がないって聞いたから、私、あの、自前の皿持ってきた。自前の皿、紙皿、これさすがにあるよ。紙皿はあるの。紙皿はある。紙皿はあるよ。え、すごい。待って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 、見て見て見て。見て見て見て。佐藤のご飯がもう、え、業者これやばい。何これ。これはね、ボタンを押すと塩が出てくるのよ。え、乳首みたいな。ごめんなさい。ごめんなさい。今のはちょっとごめんなさい。今回僕が料理するのはパスタっす。パスタね。一品目がペペロンチーノ。いや、俺パスタだったら俺一番好きなのがカルボナーラなんだけど、できる。俺ペペロンチーノとか求めてないし。ペペロンチーノも食べる。作ってもらえるなら。ありがとう、ありがとう。それありがとう。だからあのカルボナーラ欲しい。ならカルボナーラも作ります。その2品でいきましょう。ペペロンチーノとカルボナーラできる。2品でこれでいきましょう。いきましょう。お願いします。 US キッチンスタート。はい、ということでね、今回第1品目ペペロンチーノを作っていきたいと思います。まずは何より大事、この季節、この時期だからこそ大事っていう、あの、手洗い、近い、手洗いから始めていきましょう。まずはね、あの、水でちゃんと洗いまして、洗顔ですね、これ。いや、ちょっと、それ、ジョイでしょ。これ、ジョイ。それ、ジョイです。これ、これ手洗えない。それ、あの、食器用洗剤。これ、食器か。これ、食器。はい。じゃあ、ハンドソープで手洗いまして。で、最後、アルコール。これでもう、大半の菌は、死にました。さあ、やっていきましょう。まず、材料紹介からいってきまーす。はい、いってらっしゃい。はい、まず、パスタ、200g。自分いつも 200g で作ってるんで、200g。まあ、あとはニンニクですね。あ、ニンニクこれ、あと2片。2片使います。で、唐辛子1本。で、あと、水を使います。で、欠かせないオリーブオイル。あと、パセリ。このピュアのオリーブオイルを使ってください。エクストラバージンとピュアっていうオリーブオイル2種類あるんだけど、エクストラバージン使っちゃうとあの匂いがちょっときつめなので、俺的にピュアの方が使いやすい。あの、初めて作る人はピュアオリーブオイルの方が絶対いいと思う。なんで白い人なの、まあ、これ。ああ、いいの。俺の番組。じゃあやっていきましょう。BGM ないのきついっすね。てん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 。求めてない、求めてない。あ、違う。別に求めてない。別に求めてないけど。じゃあ、ニンニクですね。でっかいの、これ。これでかいので、一つで、ヘタの部分から切り落とす。目の部分は焦げやすいので取ってあげてください。みじん切りですね。みじん切りこうやって粗みじんでいいっす。いや、うまいなマジで、うん、切ってあげて、そしたらもうあとは粗みじんになればいいんで、こうやって
とりあえずニンニクを入れてあげて、なるべく高くからオリーブオイルは入れてみましょう。本当それ大丈夫？大さじ2なんで、あの僕は感覚でやるんですけど。いやいや飛んでんだよ、飛び散ってんだよ。おお。でここ最初強火でいいっす。でその間に鷹の爪を、辛いの苦手だっていう人もいるんで種は捨てましょう。あのね、ペペロンチーノってマジで僕ポケモンの EV だと思ってるんですよ。ね、EV って何にでも進化するやん、うん、石沸かせば、うん、それと一緒でアレンジしやすいんですよペペロンチーノ、うん、ニンニク炒めてきたらあの鷹の爪入れてあげてください。でこの間にどういうこと？はい、こちら、これはね、あの YouTube のリュウジのお兄さんっていうのが僕好きで、ビールを飲みながら料理をするっていうのを、うん、飲むと料理のクオリティがアップします。いただきます。チュース。いや仕事中に何事なのこれは。あ、うまい、幸せすぎる。で次水っすね。600いかないぐらい、この中に水入れます。でこっから水入れたらちょっと強火にしていい、沸かさないといけない。かっこいい、沸いた。ありがとう。沸かしましたね。でちょっと塩はまあうんこんくらいでいいかな。コンソメは2杯入れます。混ぜます。入れるときこっからうまいよ、こっから俺うまいよ。見てて見てて見てて、これいくやん、整えるやん、整える整える、ねじる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 、これ入れる入れる、押さえる、パン、サン、サン、パン。ああ、こういうこと。そしたら熱々ってなりながらもこれ耐えながらポンポン入れる。耐えんのね。7分今から茹でたいと思います。あと30秒ぐらいになったら最後これあのオリーブオイルまたこう入れる。あとはこの技術すごくない？すごいね。それすごい、これすごいよ、すげえな。これできるようになっちゃったね。すごいよ。はい、じゃあできます。スタート。できたよ。はい、できました。こちらペペロンチーノ。じゃあいただきます。すごい。負けてない、負けてない。やるじゃん、兄貴。うまっ。これ醤油かけてみてください。ほんのにちょっとでいい。ちょっとでいい。ちょっとでいいよ。ちょっとすぎる。見て。うまっ。俺人の手料理食ったの何年もやる。うまい、うまい。もう終わったよ。わ、めっちゃ風味効いてる。いや、2滴じゃ分からない。ごちそうさまでした。はい、また来てね。第2品目、ショルフのリクエスト通りアボカドのカルボナーラを作っていきたいと思います。よいしょ。まず材料説明ですね。浩平くんお願いします。と油、オリーブオイル、チーズとかパセリとか胡椒とか、はい、バターとかアボカドとかパスタとか卵もありますからね。ベーコンもあります。とコンソメもあるよ、ニンニクもあるね。よかったね。なんかすいません前回より雑じゃないまず料理する前に手を洗います。ベーコン大体 50g です。ベーコンまず火つけない状態で入れて、こっから入れるの。火を中火ぐらいで炒めていきたいと思います。ソースを次はじゃあ作っていきたいと思います。アボカドですね。どうもこんにちは、アボカド星人です。何が面白いアボカドの切り方なんですけど簡単っす。あのここからポッて入れて種に刺さるんよ。でくるくるくるってやると、こんなに。わーすごい。であとはポンってやる、ポンってやると取れるんで、手で剥けるんよ。こうやってこれもやっぱね、いただくだけじゃ悪いからさ。偉い、ありがとうね、感謝してるよ。フォークで潰します。アボカド、卵の卵黄だけ今度入れます。これね、俺ねできるようになっちゃったんよ。おーすごっ。けど卵黄だけ入れるからここに卵黄が入っちゃったらダメなのよこれ本当はこうやってやってあげて、お、あぶねえ。これで白身だけ落としてあげる。卵白だけ、黄身だけ欲しい。おい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 、黄身だけ欲しい。ちょっとあの卵白の方いただきたいと思います。ふわーふわーふわー、ちゃんわしてよまでチェロロうんべなぁきちい。どう？で次はオリーブオイル、オリーブオイル大さじ2ですね。でそしたらコンソメ小さじ1杯、あとはここを混ぜると。うまそう、うまそう。さっきやったベーコンをこの中にも入れて、
画面の目の前のみんなにクイズです。これは果たして何でしょう。どっから飲んでもバターなんで次はパスタを茹でていきたいと思います。で、あのパスタにしっかりあの塩気がついてないと美味しくないんで、塩、お塩、本当にシュガーって書いてあるけど大丈夫。持ってきてくれたスタッフさんが砂糖と塩を入れ間違えるっていうポンコツ具合を見せてくれたんで本当はこれ塩らしいです。あ、なるほどね。小さじ 1、2 杯かな。あ、姉さん、沸騰してますけど飲んでる場合じゃなくて、これ前回みたいにあのフライパンがでかくないからちょっと火を弱め弱めてねじって入れる、で押さえる、おお、こうやってもうこう押し続けるんよ。いやでも見た目的にはさっきの方がいいや。いやいや、さっきのあちあちあちってアホみたいなやつより、ザルとかにあげないっす。この汁もいい感じにいい味を作るんすよ。混ぜ合わせてあげます。おー、で、胡椒、胡椒結構ね、多めに入れちゃっていい。あ、すごい入れます。ちょっと入れすぎちゃったかも。いや、だろうねけど、私も酒飲みなのでね、リュウジさんと一緒でそんこんくらいがいいかも。僕ら知らない酒飲めばいいじゃん、お前も。これいらないから俺の酒が飲めない。やる、サラリーマンみたいなはい、じゃあとりあえずこれで一応は完成ですね。はい、ということで、ゆうやさんのアボカドのカルボナーラできました。できました。せーの、いただきます。うまっ。うまいですね。うまい、うん、これ想像を絶する美味しさです、うん、胡椒もあんだけ入ってたけど全然しょっぱくない。これどうですか、僕のお料理2品食べたけど、うん、ウーバーはもう今後一切は、今後一切はないけど、新しいウーバー思いついて、ゆうやいつっていうのブザーズキッチン。なんで俺なんで俺隕石なんで